んにちは、着物リメイクアーティストのまゆです。今日は手作りキットの作り方の第1弾、キャンディー型の可愛いピンクッションを作りましょう。針刺しとも言いますけど、針刺しってあちこち置いて危ない。だからこうやって腕にブレスレットみたいにしてたら可愛いし、便利だし、危なくないし、これ必需品なので今日はこれを作っていきましょう。はい、じゃあ早速この可愛い可愛いキャンディー型のピンクッション作っていきましょうね。ではじゃあまずこれただの紙みたいなんだけれども、これ型紙です。2本の線が引いてあるので、この線の通りに折ってみててください。皆さん、お道具と材料の違いわかるかな。材料っていうのは使ってなくなっちゃうものね。で、お道具というのは使ってもなくならない、こういうハサミとか鉛筆とか糸は材料に入りますね。で、今回使うのはここにあるもので、まずちょっと邪魔なのでこっち避けちゃうね。この布にまず鉛筆で印をつけたいんですけど、それはこうしたら便利。さっきのね、この線の通りに折ってみて、ここの折ったここを鉛筆で結構しっかりつけちゃって大丈夫だからね。キューキューキュー、こんな感じかな。で、これこのままこっち押さえて、今度こっち側パタンパタンね、布に合わせて、でここも印をつけます。そして出来上がりが想像できてないと、これ何の線ってことなんだけども、はい、こんな感じね。この線のところを後で縫うので、どこかというと、このピンクッションのこのギャザーを寄せたここの部分でここ入っちゃうから、別に黒でギュッと描いちゃっても大丈夫ね。次の作業で、これをそのまま2つ折りにするんだけども、ここの線と線を合わせて待ち針で止めます。大体で大丈夫ね、これが合ってれば。こんな感じ。はい、そしたらこれをまっすぐに並縫いしていくんだけれども、針に糸を通すのは問題ないよね。今回は普通の手縫い糸で、色は何でもいいだけど、よくわかるようにブルーを使ってあります。でも何でもいいです。で、針なんですけど、やっぱりすごく上手なプロの人はもっと短くて細い針を上手に使うんだけれども、難しいので、もう私は未だにこの大きな長針という大ぐけとも言います、この長い大きな針を使ってブスブスって感じで縫ってます。だんだん慣れてきて、どん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 使う人はこれに指抜きっていうのがあるんだけど、いろんな種類あって、こんな金具のやつと革のやつがあるんだけども、これも手芸屋さんで売ってます。でもちっちゃい子とかだったらちょっと硬いし大きいし、これがいいかもしれない。で、これは100均に売ってます。こんな感じ。ここをちょっとお母さんにでも指のサイズに結んでもらえば、これを中指にするんだけどもぴったりにできると思うから。で、これね、なくてもいい。でもだんだんやっていくうちにこれの重要さが分かってくると思うの。なんでこれが必要かは、縫っていくときにこんな感じ見えるかな、こんな感じ、ここでね、ここのね、針のここをね、このね、ここでね、押していくんだよね。ここもしこれなかったら、これ血が出ちゃう、痛いだからこれはあった方が早くできるのね。でも最初慣れないうちはいいよ、かえってこれが邪魔な感じになっちゃうからね。でも私はちょっとこれがあった方がもう慣れちゃってるので、これでいってみるね。で、針に糸通すのは大丈夫だよね。老眼の私はちょっと大変だけど、みんなは多分スッと通ると思う。で、この糸の長さどのぐらいかっていうのは、針に糸を通してだいたい自分のね、肘からね、このぐらいかな、ちょっとぐらい、あんまり長いとこんがらがっちゃうから、自分の肘よりちょっと長いぐらいの長さにしましょう。で、なくなったらまた糸通して、めんどくさがらずにやっていきましょうね。なんでめんどくさいの一番ダメ。めんどくさいのね、作品に出るから、やっぱめんどくさい時はやんない方がいいね。楽しくやりましょう。はい、じゃあね、ここをね、並縫い、もうこの大体でいいの。この大きさがね、ちょっとぐらい大きかったってちっちゃくたってね、そんな問題ないから、大体5ミリぐらいのところをチク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 っとまっすぐ縫いたいんだけども、
玉留め上手にできる人、上手にできる人は玉留めでいいです。あ、最初玉結びね、くるくるピュってね、あの簡単にできちゃうと思う。でもやったことある人は経験あると思うんだけど、最後に本当に最後のところで66首になっちゃったり、結構玉留めって難しいんですよね。なので私は考えました、眉留め。いきますよ、眉留め教えるね。眉留めっていうのはいい、あのね、本当にちょこっと1ミリぐらい、1ミリぐらい、向こう側の布もちゃんとすくってね、1ミリぐらいをすくね、できるよね、1ミリね。でこれをそしてシューって抜けたら、玉留めしてないんだから抜けちゃうからね、5センチぐらい適当だよ。これも残して、今1回すくったよね、1ミリもちょっとあるかな、でも1ミリの半分ぐらいでもいいぐらい、ちょっとの方がいい。で2回目ね、もう1回同じあたりをすくってね、それでシュー、あら、こんがらがないようにシューっと見えるかな、はい、今2回目すくったよね、ね、でまた同じ場所のちょこっとね、同じ場所もう1回すくうよ、いい、もう1回ちく、適当で大丈夫、そんな難しいことないからね。でシューっとやるでしょ、今3回ピュピュピュってやったの、あのちっちゃくね。そしてこうしたら見て見て、これで全然大丈夫なのよ。なんで玉止めしなきゃいけないか意味わかんない、全然大丈夫ね。でこれスタートするよ、止まってればいいんだから、要はね。んでね、みんな慣れてない子はこのぐらいかな、こうやって1回ずつすくってシューっとやって、こういう感じで、こういう感じで縫っていけばいい。でもね、だんだん慣れてくるとこんなもたもたすることもないので、私はもうこう、わかる、こうやってこうやって何個か一緒に縫って、チク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 なんとかやって、それでなんでこれができてるかは、ここで押してる、見えるかな、ここで押しながらこういうふうにいっちゃってるの、こういうふうに、こういうふうに、わかる、したら早いんだよね、これ、これができるとピュッ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 って、これも待ち針に位置まで来たら待ち針外しちゃっていいからね。でここに置かないよ、テーブルの上に置かない、必ずピンクッションには戻すね、危なくないよね、こんな感じでシューッと引くよ、ピュー、これね、でもね、ミシン使える子はね、全然ミシンでいいからね、すんごい早いから、もう一瞬で終わっちゃうね、はい、で続きやるよ、こういう感じ、だんだん慣れてくると本当にすぐできちゃうからね。ミシンもね、またいずれね、家庭用のミシンを簡単に使う使い方もそのうち教えるね。ここまで来たらこれは外そうね、でもここに戻すんだよ。そして私なんかね、最初から最後まで1回でいけちゃう、多分。でもね、あの無理しちゃダメだよ、はい、もうちょっとだよね、すぐだよね、一針一針すくっても大丈夫だからね、どうせ裏返しちゃうから、そんなに、うん、細かいこと見えないから、はい、で最後まで来ました、こんな感じで。ここで玉留めやったことある人はわかると思うんだけど、こうやってくるくるってやってシューってやったら66首ね、もうやんなっちゃうよね。だから眉留めいくよ、眉留めね、眉留めはこの最後のところちょこっとすくう、本当にちょこっと1ミリぐらいいくよ、ただ普通に並縫いだよ、ちょこっと、これ返し縫いとも言うんだけどね。でこれもう1回すくうね、今1回でしょ、2回ね、2回ね、で3回、ちっちゃくね、ちっちゃくちっちゃくね、ちょっと裏見てみる、こんな感じね。でね、ここぐちゃぐちゃでも大丈夫、止まってればいいんだからね。ほいでこれでちょっとコツは、ここのここで切っちゃうとちょっとほつれやすい、だから眉留めの場合必ず最後もう一回適当なとこ入れて、とんでもないとこに出す、あれどこでもいい、とんでもないとこに出す、ピューで、ここを切る。で今回のキットは大きなハサミを端に乗ってるけど、ちっちゃいハサミで大丈夫だからね、糸切りハサミで大丈夫ね、ちょっと糸ポチッとね、縫うのは出来上がり。ね、使ってた糸のあれもね、あのここに刺してね、危なくないからね。でちょっとひっくり返すよ、ひっくり返しました。そしたらさっきのほら鉛筆の跡わかる、鉛筆の跡で、この鉛筆のところを縫っていきたいから、このキャンディーのここの、ここね、この縁のところね、ちょうどいい大きさに内側に折り込むんだけど、この線を縫うわけだから、それよりちょっと中に入る感じまで折り込んでみて、わかる？適当で大丈夫だからね。今この端がここに来てる、ここに来てる、という
ことはここ縫っても大丈夫だよね。でこっち側もね、筒っぽみたいになったけど、はい、ね、大丈夫かな、こんな感じ、適当で大丈夫。で、はい、次じゃね、ゴムね。これね、ここにするゴムね、これだよ、長いからね。で、サイズをまず自分の腕のサイズに測ろうね。一人でもできるよ、こうでしょ、長いから。そして適当にこうするんだけど、ちょっとだけ緩くして、この布の幅があるから、これが今ぴっちりだよね。そこからちょっとだけ、ちょっとだけね、このくらい。でこれゴムだから、このまま外れるから、ピューン外しちゃって、ピュンピュンピュン。でこれ下に置く前に、ここに今爪でここ今持ってるよね、それを鉛筆で印つけるよ。こっち側と、見える？こっち側とこっち側、分かる？印つけちゃったね。もうぐちゃぐちゃでも大丈夫ね。はい、そしたらこれをこの筒っぽに通します。通したらと、このさっきの印と印を上手に結ぼう ね。こことここがそんなにぴっちりじゃなくて大丈夫だからね、だいたい合ってれば大丈夫ね。結んでキュッキュッキュッ、こんな感じ。この結び目は中に入れちゃいます。こんな感じ、こんな感じね。はい、そしたらこのキャンディーの片側を早速縫っていきますよ。ここ出てきちゃしょうがないから、この線のところより中側に折り込んで、そこを裏の布も折り込んだ布も拾うような感じで並縫いで作っていくね。でゴムは一緒に縫わないでほしいの、ね、じゃあちょっとやってみようね。はい、玉留めできる人は玉留め、玉留めできない人は眉留め。眉留めいくよ。でもちょっと内側からね、内側から線のところに出す。ヒューって全部引っ張っちゃわない。5センチぐらい残す。ね。そしてここを1回、1ミリぐらいだよ、1ミリぐらい、わかる？ 1 回。もう1回。同じあたりを。1ミリぐらい。2回。はい。3回いくよ。もうね、2回でも大丈夫なぐらいなの、本当はね。でもまあ念のため3回。もっと心配だったら4回でもいい。ね。で、これでも絶対に止まってるの。どうやったって取れない。ね、玉止めいらないよね。What? じゃあいくよ。で、ここはここのギャザーだけど、どうせくるくるっとやっちゃうから、もうザクザクで大丈夫。いい？この鉛筆でつけた印の上をザクザクいくよ。ザク。ザク。ね。ザクザク。大丈夫。裏側の布もちゃんとすくってね、わかる？裏側の布もちゃんとすくってね、こうでしょ。一周いくよ、とすくいながら。でこのゴムを避けながらね、大丈夫ん？こんなぐらい、1センチよりはちっちゃい方がいいけど、まあ1センチぐらいでも大丈夫な感じ。一周回りました。そしたらキューッと、ほらかわいい、キュー、ね、これこれすぐまたピューって戻っちゃいそうになるから、ここで一回返し縫いって言うんだけど、もう一回戻ってここに波縫い、一回キューっと、こ大体止まってる、大体止まってるけどちょっと弱いのでぐるぐる巻きにしようね、キャンディーみたいにね。でこれここの中通しながら、何回でもいいけど、まあ3回ぐらいやってみようか。1回でこれね、糸の色でまたアクセントになるね。赤にしてもいいし、白でもいいし。今日はね、よく見えるように青にしちゃったけど、青の糸ってあんまり売ってないもんね。白とかでいいと思います。白、黒、赤はよく100均でも売ってるね。今ちょっと喋りながら4回回しちゃったかな。3回以上でいいと思います。たらこのやっぱし裏の、さっきの縫い目どこだっけ？ここここここ。ここまで持ってきて眉留めするよ。はい、いきます。本当にね、1ミリすくってね。1ミリすくって普通に。普通にシューって縫います。今1回すくったよね。もう1回同じことやるよ。ちょこっとだよ、ちょこっとちょこっとね、1ミリの半分ぐらいが本当はいいけど、まあ1ミリ、はい、2回やったよ。3回、3回目ね。これでね、止まっちゃうんだな。何もね、難しい玉留めしなくても全然大丈夫だから。でポイントはここで切っちゃうと、あ、ほつれちゃう可能性がある。なのでもう1回これをぐさっとやって、どこでもいいから、とんでもないところに出す。とんでもないところのここを、ここでポチって切っちゃう。これで全然大丈夫。
ああ、もうすぐできちゃうよ。ほら、いいね。いい感じ。ね。はい、じゃあ次ね。こっち側。針が、勢いよくやったら、手にチクって言っちゃったら怖いので。これ、台紙がついてます。キットの中に入ってるので、この台紙を、台紙が一番下でも、このゴムが下でも、それはどっちでもいい。どっちでもいいけど、この縫い目下の方が綺麗だから、ゴムを下にして、そのゴムの上にこの台紙を置いて、この手の下側のところね、に配置します。ね。ちょっとね、見にくくて悪いんだけど、ここに台紙が入ってるの、わかるよね。で、そこのところにゴムがあって、で、ここの中に、この綿ね、結構なんかね、いっぱいみたいだけど、結構入っちゃう。だから全部詰めちゃって。結構パンパンの方が、かわいいよ。こんな感じかな。縫い目が下側ね。こんな感じ。で、また同じ作業。くるくるくるっとやって、キュッと縮めるんだけども。はい、いくよ。そういえばこれね、結構力かかるから、さっきは一本取りって言って、並縫いする時もこう一本でやったの。でもね、ぐるぐる巻く時はどっちでもいいんだけども、強くしたいと思ったら2本取りっていう手もある。これはね、2本取りっていうのはここまでずっと2本続いてる。でもやり方は一緒ね。じゃあちょっとこっち側2本取りでやってみようか。心配性の丈夫なのが好きな人は2本取りがいいかもしれないね。じゃあまたね、眉止めからいくよ。中からこの鉛筆の上をヒュー、全部抜かないでね。まあ抜けちゃったらまたやればいいことなんだけどね。5センチぐらい今残ってる、これ。ピュピュピュ、わかる？で、これ中入れちゃっといて、眉止めね。はい、1ミリだよ、1ミリ。1ミリすくって。ただね、2本取りの場合やっぱりね、2倍のゴロゴロさ加減になるから、ね、よく見える部分の時はちょっと2本取りはどうかなと思うけど、もう1回やるよ。今1回ね。2回でも大丈夫だな、多分。ちょっと引っ張ってみようか。ほら、抜けないよね、抜けない。ね、一応3回としとくけど、まあ2回でも平気。じゃ、このままやっちゃおうね。で、はい、ブツブツでいいよ。この鉛筆の跡を、裏側の布もすくいながら、ブツブツ、ぐさぐさって感じよ。ここの幅は、キャンディーって紙がくるくるって巻いてあるじゃない？あれ？そんな、全部平均的な、同じ長さになんかなってないから、可愛ければいいから、そんなに気にしないで。でも、まあ大体ね、大体この距離同じぐらいの感じで持ってって、一周ね。このゴムは縫っちゃダメだよ。ゴムは縫わないで一周。見えるかな？ここゴムがあるからね。一周ね。はい、今一周しました。ね。したら、ここが楽しいよね。いい？縮めるよん。綿は中にキュッキュッと入れてね。で、ほら、できてきた。かわいい。で、ここほら、ふわーっとすぐふわってなっちゃうから、ギュッとして、ここで一回返し縫いね。どっち側どう返してもいい。だけど、1、2ミリにすくって、もう一回、こうやって並縫いすると、ほぼほぼ止まっちゃう。これで、ほぼほぼ止まっちゃう。ね。なので、また、デザインも兼ねて、もう一回ぐるぐるっとしようね。ここぐるぐるぐるっと、ここね、ゴムを避けてね。こうやって。こっち側4回で、こっち側2本取りだから2回でいいか。ね。こんな感じ。裏もすぐできちゃうよ。はい、じゃあ眉止めするよ。ね。どこでもいいから、1ミリすくって、もう1回。でも最後の方が多分ほどけやすいから、ここは3回ちゃんとやろうね。2回。ね。3回目いくよ。3回目。それで、ここで切っちゃダメ。これをどこでもいいから、とんでもないとこに出す。今日はこの辺に出しちゃうから。ピューン。よじゃあここで切っちゃえばいい。なんか入っちゃうからね、どうせこれね。じゃん。じゃあ、ほら、かわいいでしょうか。お疲れ様でした。上手にできたかな？できたよね。これほんと便利だから、もうお裁縫のお供。もしね、わかんないところとかあったら、遠慮しないでコメント欄の方に質問ください。じゃあ次回はこれとこれの作り方やっちゃおうかね。はい、今日はよくできました。お疲れ様でした。バイバイ。